Don't go too far, I might lose you. Stay where you are. My last hope is you. I don't know you, but I'll find you. Wanna love you. ブラジルがドンピシャリ、ドンピシャリ、これで。Didn't know you just a few seconds ago。 中に入れてきた。ジャンカスキーサーでセコタツキ縦に入れる、うまい渡辺和真が来た。ペリーもう一度セコわあ、これいいパスだった。鉄塚から成功、七が渡す。ああ、これうまいな。セコ、ああ、I don't know myself, what is wrong with me, please。トスマのボールを奪います。松浦抜けてシュートだ。これはかなりハンドなし。セコですか。セコ、もうセコから松尾。セコタツキバケですね。そしてもとのところも小犬がいたりとか、はい、あのクロスはこう上がってくるんですけど、はい、チャンス上がってもっとシンプルなイメージですよ。そんなコメントがあったピッカデンティーの監督です。本当はセコシュートだー。おー、松浦前向いたよ。セコ手塚から変わって入ったセコ、父のクロス一味後ろからシュート、セコ先制昇格チーム横浜市来た。跳ね返ってさあセコ、うまい、セコ1点返したい加藤市56分。セコの今シーズン2得点目。セコワンタッチ、ジャブイン出ていく、バックスピンがかかった、折り返してサブロミネイド。後半はこれが1本目。ファーサイド墓元、松尾にボールが入って、さあセコだ、セコだ、金子を剥がしてセコのスルーパス。まあとにかく初ゴールが生まれるというのは嬉しいですよ、チームにとってね。そうだと思いますね。セコ、おセコが前に運ぶ、ほらセコ、セコが自分で運ぶ、うっとセコカウンターいけるか。そしてセコです。そんなセコカットイン、中に入ってきた。そしてセコシュート、ちょっと短い。さあセコ行く、はい、降りたしね。つなぎに行く。さてここをなります。スピードはもうパーフェクト、はい、ただその高さがちょっとあの足りなかったですかね。もう少し低かったです。若い肩とコンビを組んでいます。チャンスシュートへ、ナイスゴールが入った。また受けますから、はい、ちょっと注意したいですね、はい、あ、ミネイロ決定機シュートへ。セコからのボール、おー、追いつきました。攻撃の時に少し、あー、いい守備ですね。ストレンジ、山口バランスをちょっと崩してしまいました。山口蛍、さあ林先頭、これは瀬古のディフェンス、先頭に回る。さあ今度は湘南です。大橋、あーっとスライディング奪い返した、ね、切り替えなんですね。前田大然取った、ここは入れ替わって瀬古、ただまたすぐに荻原、しかしここ入れ替わる。畑中寄せていく、結果が多分真ん中になったんですね。はい、どれだけポジティブな気持ちで続けられるかですね。セコいい判定、うん、そしてギャップにスルーパス、ちょっとどよめきましたけれども、セコ間を通して、セコが前を向け、真ん中使いましたね。そして松尾に入った左、前島からこのセコスペースにボールが出て、小川いいです。見事なプレーを見せた井ノ葉、セコが一人をかわす、縦に入れてマギーニョ追いつくか。
スミアから右へ瀬戸ワンタッチで宮澤。ここがうまくターンして、すぐ瀬古がセカンドボールを拾います。で、時間を変えて左、小川収めた、瀬古が運ぶ、ね、右に展開、パクだから瀬古、まあ、逆を取ります瀬古、右フリーだ。そして斉藤光輝は前へ、間へのパス、今外手をかわして瀬古、まもなく前半残り5分です。うまく前を向いた瀬古、相島左肩上がりの今のディフェンスの陣形です。あーチャンスになるかな、ワンタッチ、面白いボールがジャメンリオのスペースだ。おお、取りませんね、チャンス、そのままセコー。一つデータがありまして、今シーズン敵陣での空中センス決して欠けた多くはないんですが、おっと突破抜けていく斉藤のシュート、一味から、さあセコースルーパス上がってきた、マギーに折り返す、ね、はい、セコからクレーベー、ボールが止まってクレーベー拾う中でセコが待っています。セコサイドチェンジ、ヨガつまりアウトスイングになります。これシュータイ選手、こう狙う、こう狙う、直接決めました、瀬古先制、横浜FC、脇間さん上サポーター席、